こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。いよいよ昨日が、ね、ボクシングで、ね、ホリデーシーズンの一番の山場だったわけなんですけど、そのホリデーシーズンが終わってね、売上の報告をいただきました。ホリデーシーズンじゃないか、ボクシングデーが終わって売上の報告をいただきました。売上は、オーストラリアアマゾンが14,953ドル。シンガポールもちょっとやってるんでね、15,852ドルです。で、この会員さん、13日前、約2週間前は、売上、14,412ドル。さらに、その前、約1ヶ月前の11月21日には、8,412ドルと、オーストラリアアマゾンね、7,688ドル。約2倍に伸びました。売上伸びなかったという会員さんはね、この次の3項目をチェックしてください。またね、他の会員さんも売上伸びました。ね、あるいは伸びませんでした。ね、売上のご報告とお待ちしてます。アドバイスしますんで。やっぱりね、せっかくオーストラリアアマゾンをやっていただいて、今非常に稼ぎやすい時期なんでね、効率よく稼いでいただきたいと。で、どうしてもね、今までと同じ、ね、同じことやって売上伸びてればいいんですけど、売上が伸びないと、利益はどうもね、増えない、先細りだという場合にはね、どっかの判断間違えてますんで、相談していただければ解決することもあります。ね、また個別サポートでない方は個別サポートを利用すればね、解決する可能性非常に高いです。また個別サポートを受けている会社は、せっかく受けていただいているんで、有効にサポートを利用してください。またご意見、ね、ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。